からが、欲しい。唐突だなおいって、急にどうしたんだよ。いきなりわけのわからないこと言い始めて、筋トレ始めるの？そっちじゃないんだよなぁ。いやね、最近全然強い武器が見当たらなくて、こうやってセンチネルで突撃した方が強いんじゃないか説まで浮上してるんよ。いやなんか割と強そうでリアクションに困るんだけど。はい、おーアーマーまでは二撃必殺ですよっと。楽しそうで何よりです。あれ、めっちゃ回復されてた。おとなしく倒されやがれください。うわぁ、どうしたの？これ、相手側から見たらほんとクソゲーなんだろうなって。気づいちゃった？この世の真理に。あ、ヤバグだった。この世の真理がなんだって？ワンマができなきゃ負けだ、この世界。くそ、なんで、なんでなんだ。もっと私に力があれば。力が、欲しいか？お前は、すいません、多分 BGM 間違えてます。あ、ほんとだ。力が、欲しいか？普通にやり直さなくてもいいって。力が欲しい。私は絶対的最強な力が欲しいんだ。そんなものあるか、ちゃんと現実見て話しなさい。お母さん誰がママだ？そんなお前にこれを授けよう。まだ続いてたの？っていうかその前に口調直せよ。いいの？正直力ってとこからしんどいなって思ってた。とことめからきつくなってんじゃねえかって。早くさ、最強にしてよ。私、最強、好き。著しい知能の低下が見られるな。準備は整ったな。いやほんともう、わってわかんないです。モザンビーク最強だ。落ち着け、フランもなんとか言ってくれ。さすがにこれが最強ってことはないよな。え？マジで？っていうのは本当に冗談で、本当は最近全然使われてないこのカービン。っていうことは電池がひっくり返ってもないもんな。いや、ほんとむずいな。どの武器なんだろ。これ当たる気全然しないな。正解が知りたい。フラン、早く教えてくれよ。あれ、フランさん。さすがに今のは不正解だぞマリサ。よかった、さすがに正解だったらダルとか思われそうでヒヤヒヤしてたんだぜ。ダル？え？なんか上で戦い合ってるみたいなんで突撃しますって。最強の武器は見つかったか？何最強の武器って？もうさっきの話忘れたのかお前は。仕方ない、そろそろ教えてやるか。私が最近見つけた最強の武器。お、なんか最強ってだけで最強そう。日本語大丈夫そう。そろそろ忘れてきた。どうやったらそんな状態になるんだよ。エルスター最強。あれ、これ今回ずっとこんな感じのノリなの？私のターンって永遠に来ない。じゃあどうぞ。え、いや、早く言いなって。いや、そんな急に言われると逆に言いづらいんだけど。もったいぶらなくていいよ。そうなの？それじゃあ、今回私が紹介する最強武器、それは、ハボック。あ、うん。反応しすぎだろ。だって、ハボックが強いなんて割とみんな知ってるし、なんならこれに対抗するような武器を紹介してくれるのかと思ってたんだがな。だから紹介してるんだろ。え？ハボックに勝つにはハボックを使うしかないんだよ。なんかモザン強いかも。ちょっと待ってね、勝手に企画変えないで。私は強ければ何でもいい。何やりおちキャラみたいなこと言ってるの？あ、ハボック見つけた。シャアなし使うか。シャアなしなのかよ。ハボック拾った瞬間敵いなくなった。わー、ハボックは強いな。ジャンプタワーの乗り継ぎで一瞬で長距離を移動できました。そう考えると、やっぱりこのアイテム最高の発明なんだよなって。私まだ全然後ろなんだけど大丈夫そう？真下に敵が迫ってきてる。早く言えよ。大丈夫だ、マリサ。今のレイムはハボックを持っている。つまり、1対1で負けることはない。知らんけど、最後ので全部台無しなんですが、あ、さすがにそれは許さないです。弾数の暴力でパスが散っていったな。そう、これがハボック。エイペックスの世界大会で暴れ回っていた武器となります。プロが使うなら強いに決まってる。なんかこいつが今回ハボック激推ししてた理由がわかったわ。実際使ってて負ける気しないから。やっぱ、なんか別パキてる。さすがに銃声鳴らしすぎてたか？任せろ、ここは私が見ておく。どう？こっちに詰めてきてそうな感じ？いや、今のところそんな感じはしないな。ただ一人だけ前に来てるんだぜ。ほう、ならばぜひとも私と1対1をしてほしいものですね。あ、そっちか。リコイル難しい。キーマウならもっとリコイル制御できるのかな？知らんがハボックはどちらかというと近距離寄りの武器だから、この距離感で戦うよりはもう少し近づいた方がいい気がする。なら突っ込んじゃおう。だけんな。え、バカなの？霊下100しかないの？マリサ、数字ってもっとたくさんあるよ。知ってるわそんなこと。え、もう一人もここにいたの？挨拶が遅くなり大変申し訳ございません。いや、挨拶なんて普通しないから。さすがにアホすぎる。本当にごめんとは思ってる。ただこんな時もあるのが人生。本当に黙れ。ほら、これで満足か。どうしよう、相方が仕事ができすぎて辛い。ただ、これで玉が来ても文句は言うなよ。いやなんかフラグ立てるのやめて。何も来なかったんですが、どれだかが、玉に来てほしいのか来てほしくないのかどっちだよ。動画投稿者の悲しい修正が出てるのである。あ、解説ありがとうございます。そういえば、私老婆だからタボチャ探せるんだけど、なら早くウルト展開してもろて。いや敵探すのが先でしょ。え、なんか待ってる人いない？そんなわけ、やっぱ、めちゃくちゃ待ってるじゃん。これは慎重に進む必要がありそうですね。でも全然打ち返してこないぞ。あれ？もしかして、私たちをおびき寄せるための巧妙な罠？ただの勘違いです。おや、壁を設置しているランパートを発見。了解、全滅するぞ。まずはあの壁を破壊するんだ。さすがに硬いな。エネルギーや物消費がやばい。でもお前老婆じゃん。そうだった、私は老婆。いかなる時でも私に玉切れはない。まあ、横にさらに別パがいたから下がるしかなかったんだけど。ピン刺し選球。それじゃあ戻って私たちも参戦しますか。あれ、消えちゃった。そら横からハボック撃ってくるやついたら逃げるだろ。
ちょっと返しが痛いんだけど。今ちょうどいる場所が敵と敵の真ん中あたりだからな。それはそうなるだろ。で、お前は何してるんだ。奈良一対一でぶちのめしに行くまで。バカなの。いや、それでいい。進み続けろ。さすれば羽を僕が道を作ってくれる。本当に頭が悪い。頭悪い戦法なはずなのになんで倒せるんだ。こんなに強い武器がこの世に存在してただなんて。私もうハボックしか使わない。あ、ポータルあるから書き札入れちゃおう。へへ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 へ。で、あとはマリサが追いかけてるからそっち行ったぞ。これで討伐完了。ちょっと危なくありませんでした。そういうご意見もあると思います。まあそれはいいんですよ。はい、瀕死の敵にやられかけてた霊夢さんどうぞ。これだけ打ち合ってたらさっきの横の敵も来るよねっていう話で、なんで虚空入ってるんだろう。私が屋上で監視してたからそのせいかな。私が建物から出ないと踏んだか。ふっふっ、あんなに隙だらけだったらさすがに突撃しますよね。上の奥さん割ってるぞ。あ、これ逃げに全振りするつもりか。興奮剤で足を速くしていたな。絶対に逃がさん。欲をするのなら倒される覚悟を持ってこい。で、マリサが言ってた気がします。言ってないわ。しっかり格差は入れるんだな。もちろん、さっきのオッタンはジャンクタワーで飛んで追いかけるし、逃げ切れたと思わせといて一気に距離を詰めますよ。考え方がサイコパスのそれ。見つけ、ホラーじゃねえか。追いついたらあとはワンマガして終了。ふっ、チャージライフルなんていう貧弱な武器を持ち寄って。さあ、画面の前の君もハボックを持とう。なんなのこの茶番。前方の家に敵を発見。突っ込むぞ。判断が早くてとてもいい。これには鱗立さんもにっこりじゃなくてそのバカと早くなお3回。こんな日があっても、いいよね。あ、ごめん助けて、ギリギリ倒せてない。ハボックワンマができなかったらこうなるぞ。気をつけてな。ちょっと、言うのが遅いよねって話する。一人倒してるって話する。仕事が早い。続いて、に、ここでバッテリー巻いちゃおう。なんでこっちばかり狙ってくるんだ。ナイスを取りだぜ。ただただボコボコにされてるだけの図。悲しい。まあ、そんなこと思う暇もなくもう敵来てるんだけど。私は回復してるから一旦戦いは任せた。任された。ん、決め打ちしてたのに全然返ってこない。む、まだ足音は近くだな。ならばハボックゴリ押しだ。いや、ほんとホラーだろこれ。あ、また出てきた。残念だったな。全然弾はまだ残ってるぞ。これやっぱ反則じゃない。今さら言うな。センクすぎるだろ。ていうかモザンピークは変えたんだな。遠くからペチペチされてるからね。こっちも打ち返す道具がないと。それか強引に突撃していくかのどっちかだな。あれ、誰この人。不幸な事故だったな。最近は足音が聞こえづらいししょうがない。それにしても真後ろに車で気づけないこの世界。狂ってやがるぜ本当に。あ、逃げた。相手も老婆だったのな。ちょうど私と遊んでくれそうなブアンテージがいますね。ちょっと待って、もう一発食らったら死ぬ。撤退撤退。とても言うと思ったかバカが。ここからなら撃ち放題じゃ。何あの人怖い。っていう割に全然当たってないけど。全然打ち負けそうで草。マジで無理だ。ちょっと待った、なんか横いるぞ。って、なんで私なんだ。そこに絶好の獲物がいるだろ。おとりありがとうございました。さあ、覚悟してもらおうか。このワンマガの間に。ほんと、ワンマガ率高すぎてビビる。相手がハボックだったのを恨むんだな。あの世でマリサと酒でも飲むといい。死んでねえよ。ではお先にアンチに失礼いたします。あ、老婆しか勝たん。そっち敵行ったぞ。はぁ、いや、後ろ敵行ってるって。頑張って倒してくれ。聞いてないんだけど。行ってます。いや、そういう意味じゃなくて。はい、これ倒してもまだ全然弾残ってるっていうね。この環境でさすがにこれは強すぎる。いや、そこは流れ的にハボック使えよ。そういう時もあるよねって話。あれ、これさ、もしかして爪痕狙える？そういいだろうと思い、こちらの動画をご用意いたしました。めっちゃ格差入れてる。まあ、過去の自分を恨むんだな。こんなことある？せっかく久しぶりの爪痕チャンスだったのに。まあいいか。切り替え早すぎるだろ。はい、ってなわけで、使うだけで対面が鬼強くなってしまう武器、ハボックくんでした。ほんとこいつの性能は最高だよね。アホって言おうとしたよね。今絶対言おうとしたよね。というわけで無事にダブ班も取れたことだし、今回の動画はこれで終わりなんだぜ。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。Twitter、じゃなくて X もしてるのでそちらもよければ。ほとんど更新してないけど黙ってな。あ、はい。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バーイ。